レディ・アラベラ・スチュアートとも表記は、しばしば、イングランド女王エリザベス一世の有力な後継者と、みなされた、イングランドの貴族女性。アラベラは、第3期初代レノックス博、チャールズ・スチュアートとその妻、エリザベス・キャベンディッシュの唯一の子供だった。彼女は、第2期第4代レノックス博、マシュース・スチュアートとレディ・マーガレット・ダグラスの孫娘であり、祖母・マーガレットは、 イングランド王ヘンリー7世の娘で、スコットランド王ジェームズ4世の未亡人である、マーガレット・チューダーと、その2番目の夫第6代、アンガス・ハク、アーチボルド・ダグラスの娘だった。アラベラはヘンリー7世の夜叉子であるがゆえに、彼女自身が望まずとも、イングランドの有力な王位継承権者であった。父方の祖父母、第4代レノックス・ハクとマーガレット・ダグラスは8人の、こを儲けたが、 幼少期を生き延びたのは、アラベラの父チャールズと、その兄で、スコットランド女王、メアリーの2番目の夫となる、ダーンリー卿ヘンリー・スチュアートの2人の息子だけだった。アラベラの父方のいとこは、スコットランド、イングランド、アイルランドの王ジェームズ6世、1世だった。彼女の母方の祖父母は、サー・ウィリアム・キャベンディッシュとその妻で、ハードウィックのベスとしてよく知られた、エリザベスだった。 ロンドン島の囚人としての末期、アラベラビーチャムは食べることを拒否して病に倒れ、1615年9月25日に亡くなった。彼女は1615年9月29日にウェストミンスター寺院に埋葬された。19世紀、ジェームズ6世、1世の墓を探していたところ、スコットランド女王、メアリーの棺に保護容器から、 メアリー女王の棺の上に直接置かれたアラベラの鉛棺が発見された。幼少期のアラベラ・スチュアート1576年にアラベラの父が死去した時、彼女はまだ乳幼児だった。1582年までは母であるレノックス伯爵夫人エリザベス・キャベンディッシュに育てられた。母の死により7歳でアラベラは孤児となり、その後、期待された。 後権裁判所の長官のバーリー教、ウィリアム・セシルではなく、母方の祖母、ベスの公権を受けることとなった。幼少期のほとんどの間、アラベラは、1568年に、第6代シュルーズベリーハク・ジョージ・タルボットと再婚していた祖母と、ダービーシャーにある、ハードウィック・ホールで、保護的隔離された中で暮らした。アラベラは1587年と1588年の、 夏と1591年11月から1592年7月まで、宮廷を含むロンドンへの定期的な訪問を楽しんだようである。ハードウィックのベスから、バーリー教への1592年9月21日付の休止で報告されたように、とあるモーリーが、アラベラに使え、彼女に読み聞かせることが1589年初頭、またはその頃に始まっていた。ベスは、 モーリーのアラベラへの奉仕が3年半長にわたると衝述した。ベスはまた彼が大学を離れることによって大きな損害を与えたという事実に基づき彼がアラベラから年40ポンドの年金を期待していることに気づいた。これがモーリーが詩人クリストファー・マーローではないかという憶測に繋がったは時折そのように綴られた。1592年以前の しばらくの間、アラベラは、父方の祖母マーガレットの十枚である女王エリザベス一世の後継候補の適任者の一人であるとみなされた。しかしながら、1592年末から1593年春までの間に影響力のあるセシル親子は、アラベラから彼女のいとこにあたるスコットランド王ジェームズ六世へと関心をそらし、彼の方が好ましい継承者とみなした。 時折アラベラはエリザベス一世の宮廷に招かれたが、しかしほとんどの時間を母方の祖母ベスと暮らして過ごした。彼女の教育は20代まで続き、彼女はいくつかの言語を学び、リュート、バイオル、バージナルが演奏できた。1603年、スコットランド王ジェームズ6世のジェームズ一世としてのイングランド王位継承後、メイン陰謀事件の関係者は彼を打倒して、 アラベラを王位につける陰謀を企てたと言われている。アラベラは、スペイン王フェリペ3世から書面で同意して参画する、よう誘いかけられたが、しかし、彼女はすぐに、勧誘の件をジェームズ1世に報告した。王位継承権者としてのアラベラの立場のために、彼女の幼少期から、適切な結婚についての議論があった。1588年、スコットランド王ジェームズ世は、 父方の鳩子にあたる第二代レノックスコールドビック・スチュワートとアラベラが結婚すべきだと提案したが、しかしこの提案は何ももたらさなかったようである。他の可能性のある組み合わせには、ジョン・オブ・ゴーンとの子孫としてイングランドの王位を請求できたパルマ公、アレッサンドロ・ファルネーゼの息子たちがいた。この考えはイングランドのカトリック教徒への寛容の確保、または アラベラのカトリック信仰を得ることだった。しかし、長男のラヌッチョは、すでに結婚していたし、弟のオドワルドは、数奇教だった。ローマ教皇は、オドワルドを彼の義務から免除する準備ができていると、伝え聞いていたが、しかしこのような結婚は、エリザベス一世の抵抗によっておそらくアラベラに、持ちかけられる前に計画を差し止められた。エリザベス一世の治世末期の数ヶ月、 アラベラは著名なシーモア家の一員であるエドワード・シーモアと結婚するつもりであるという報告書によって苦境に陥った。これは噂の振動の祖父である初代ハートフォード博エドワード・シーモアによって女王に報告された。アラベラは女王の許可なくいかなる結婚もするつもりはないと否定した。1604年にはポーランドを ジグムント3世がアラベラを彼の妻に求める施設をイングランドに送ったが、この申し入れは拒否された。第二代サマセット公、ウィリアム・シーマー・アラベラ・スチュアートとウィリアム・シーマーの逮捕令状、1611年1610年、イングランド王位継承順位4位のアラベラは、当時ビーチャーム教として知られ、後に第二代サマセット公となるウィリアム・シーマーとの結婚を、 計画したことで、再び苦境に陥った。ウィリアムは、千年問題になったエドワード・シーモアの弟で、ジェーン・グレイの妹キャサリン・グレイの孫であり、キャサリンは、ヘンリー・パッセイとアラベラの祖,祖母、マーガレット・チューダーの妹、メアリー・チューダーの孫であることから、ウィリアムはヘンリー・7世の来孫にあたり、大位継承順位6位だった。このような状況下で、 国王ジェームズ一世は、この結婚が王位を奪う、試みの前触れではないかと疑念を抱いた。当初二人は彼らの間にあるどんな取り決めも、否定していたが、その後1610年6月22日に、グリニチ宮殿で秘密結婚した。国王の許可を得ない、結婚のため、ジェームズ一世はアラベラを、ランベスのサートマスペリー宅に監禁し、ピーチャム教ウィリアムは、 ロンドン島に投獄した。二人はそれらの建物内では、ある程度の自由があり、この時期のウィリアムとジェームズ一世宛けのアラベラの手紙が、いくつか現存している。しかし、ジェームズ一世がウィリアムへのアラベラの手紙のことを知ると、王はアラベラを、ダラム司教、ウィリアム・ジェームズの監督下に移すよう命じた。アラベラが病気であると主張したため、ダラムへの出発は延期された。二人は、 この延期を彼らの逃亡に利用した。アラベラは断層して、ケントのリーに逃亡したが、ウィリアムは、フランス行きの彼らの逃亡船が出航するまでに、アラベラに会えなかった。サラ・ジェーンインス・テによれば、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、シンベリンに登場する高潔な断層のヒロイン、イモージェンは、しばしば、アラベラを指し示すものと解釈されたとされる。ウィリアムは、ロンドン島から脱獄したが、 リーにたどり着いたその時にはアラベラは去っていたので、彼はフランドル行きの次の船を捕まえた。アラベラの船はフランスのカレーに到着する直前にジェームズ一世のお手に追いつかれた。彼女はイングランドに連れ戻され、ロンドン島に投獄された。彼女は再び夫を見ることなく、彼女の拒食による病気の悪化のため、1615年9月25日にロンドン島で死去した。 アラベラによって書かれた100通以上の手紙が現存している。1993年、それらのコレクションがサラ・ジェーンス邸によって編集、出版され彼女の行動や考えの詳細を提供した。1948年、イギリスの小説家で歴史的電気作家のドリス・レスリーはリース・フォー・アレベラを表した。エミリア・ラニエの詩。 サルベデウスレックス・ジュディオラムはアラベラに捧げられた。ラニエは報われなかったアラベラとのかつての個人的な友好を思い起こし、グレート・ラウンド・レイリー、フーム・ロング、アイハブノーンバッ n ノットノーン k n マッチアズ、アイ・デザイアードと彼女に呼びかけた。フェリシア・ヘマンズの詩、アレベラ・スチュアートは、監獄で亡くなった彼女の思いをイメージしたアラベラについての作品である。2005年、 サラ・グリストートは、アーベラ、イングランド、エスロスとクイーンを出版した。ありがとうございます。